心をスラにすると見えるものがある自然の強い力、終わりのない金の目の道には白い花びらが七う景色が春の風情を一番よく表していると思います。その優雅な巨船を見ていると春の訪れを実感します。この数日風が強く家の前の若部屋に花がたくさん落ちているのを見て残念な気持ちになりました。しかし今日その地で草花の新月を発見しました。はみった話にとっては不幸だが、新しい現地としての始まりや生命の終わりを迎えることを見るとそれが単なる終わりではなく循環であることに気づきます。話が散るのは残念ですが、秋の義理を考えると自然の設立に感謝します。今日も自然から大切な教訓を学びました。